さんおはようございます。タコちゃんズのタコスケです。タコミです。本日はこちら後ろに見える富士山どどん麓っぱらにやってきました。初キャンプの聖地ですね。天気にも恵まれてバッチリです。富士山もうっすら雪化粧がかかってて綺麗ですね。一番ちょうどいい時期だ ね12月4日4日、これからこの場所にテントを張ろうと思います。はい、1泊2日麓っぱらキャンプ編スタート。今日張るテントはこちら。本日からなんとタコちゃんズのテントニューテントになります。小川テントのビガースです。2人から3人向けのテントですね。タコちゃんズにぴったりです。これ手に入れるのめちゃくちゃ大変だったね。今すごい人気なテントだそうで、どこ行っても予約できませんとか在庫切れですとか言ってる中、グランロッジを巡りまくってなんとか見つけた一品です。はい、じゃあ早速張っていきたいと思います。初張りなんでちょっとまごまごするかもしれませんが、簡単に貼れました。こんな感じです。いいね、いいね。ちょっと珍しい形かと思います。やっぱ中で見るより外で見る方がちっちゃいね。そうだね、ツーリングテントのでっかいバージョンっていったような形でしょうか。はい、こちらが小川のビガスです。オープン。はい、中こんな感じです。わかんないかな。こちら幕内です。今タコミが前の扉を折りたたんでます。タコミの身長は156センチですが楽々立てますね。いいよ。タコスケの身長は165センチなんですが、それでも天井に頭がつくことなく立つことができます。やっぱり立てる前室はいいですね。できた。はい、テントの中から富士山が見えます。わあ、いいね、いいね。じゃあこれからインナーテントを吊り下げようと思います。はい、無事インナーテントがつきました。こんな感じですね。さあ、あとはどんどんテントサイトを作っていきます。はい、それじゃあお腹が空いたので設営は途中ですが朝ごはんを食べていきたいと思います。本日のメニューはじゃじゃん、ホットサンドメーカーで作る肉まんとネットで見た豚バラみたらし団子です。ちょっとみたらし団子に豚バラを巻いて焼くというのが全然想像できないんですが作っていきたいと思います。あとはこちらですね、パーコレーターで入れるコーヒーです。おお。それじゃあまず肉まんからいきます。ホットサンドメーカーにバターを塗ります。このバター超塗りやすい。おお。反対側にもバターを塗ります。そしたら肉まんをはさみます。ガショーン、よー、出来上がりです。早いの。さあ、それじゃあいきます。オープン。じゃん、おいい感じ。ほら、美味しそう、美味しそう。いただきます。あったかいうちに。どう、餃子みたい。へえ。皮は味噌のどっちが美味しい。結構悪くない。うん。2個目です。ガション。はい、2つ目完成。お、1個目より上手。 いただきます。開く。うん、美味しい。肉まんとはだいぶ感じが違くなるね。うん、一番最初は餃子かなと思った。そうだね、あのさ、餃子ドッグってわかる。うんうん、あれに似てるかも。こう外側のさっくりとね、中側はもちっとするね。ふわじゃなくてね。確かにこれは手軽で美味しいわ。これ豚まんとかさ、ピザまんも美味しいかもね。そうだね、カレーまんでやったらカレーパンになるかな。あ、なるかも。はい、続いてのメニュー行ってみたいと思います。お次は豚バラみたらし団子。おお。ちょっとネットで見た、まだかなり疑惑を持っているメニューですが行ってみたいと思います。はい、美味しいと噂の。美味しいかなこれ。大丈夫かな。よし、何本いく。ん、全部大丈夫かな。うわ、大丈夫かな。これビジュアルはやばいけど。うわだよ結構。さあ巻いて。ギャーするけど、これどうしてくれよ。どうしたらいいんだ。こういうもんなのか。仕方ないか。はい、やばい、巻くの超難しいこれ。はい、あ、ほらどう。あ、いいね。あ、オッケーオッケー。ででん。はい、1本目。ででん。ひーひー、恐怖のビジュアルだよ。はい、そうしましたら閉じられるのかこれは。タコミ行きます。はい、いて。いったれ。閉まんのか。閉まんなくてもいいのか。あ、閉まんなくても。あ、でもまあ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 。はい、
火つけます。お、もう早速焼ける音がしてる。火が強いんじゃないですかこれ。いやー、なんかすっごい音する。はい、大丈夫かこれは。うん、もう2回ひっくり返した。あ、そうなんだ。開けてみてもいいかも。あ、あ、あ、やばい、意外と悪くないぞ。はい、ででん、ででん、これ完成でしょ。おー、完成だね。さあさあやったりますか。いったれ。タコミ、いきます。オッケー。熱そう。ギャーギャー、うめえのか。これはこれはほぼほぼみたらし団子です。うん、ちょっとこれなんだ、全然ね、味がね混ざり合ってないぞ。そう。さあちょっとタコスケさん行っちゃってください。行きます。うん、どう、いける。あ、タコスケは気に入った。うん、いや、まずくはないんだよ。まずくはないんだけどね、これただのみたらし団子だわ。うん、ね、だいぶ甘さがカバーされてる。嘘。うん、おかしいな。肉のしょっぱさで。肉のしょっぱさ、私肉のしょっぱさ感じなかった。うん、あれもしかして豚バラって塩コショウすべきだったのかな。あ、レシピは塩コショウって書いてた。なんてこった。でも豚に塩味ついてるわけないんだよね。うん、塩味を感じる。嘘、そんなわけないよ。嘘。はい、という豚バラみたらしでした。甘じょっぱいを楽しむには豚バラに塩コショウは必須だね。うん、うん、美味しい。超みたらしでしょ。タレの量に左右されます。はい、そんな料理でした。それじゃあ残りもいただきます。はい、それでは朝食のラストを飾るパコレターコーヒーです。はい、じゃあまず沸騰待ちます。はい、沸騰しました。熱いよそこ。どう見ても熱いです。そこ鉄じゃ。バカなタコミは本日負傷2です。はい、はい、負傷1。はい、これはテーブルを組み立てる際やらかしました。はい、はい、というわけでいけ。あ、熱いよそれも。ふい、うわ、あ、弱火弱火弱火。あ、はい、ドタバタが止まりませんが。もっと弱火。うん、ちょっとあまりに早いな、ボコボコが。あ、そんなもん、そんなもん。お、いいね。でもはい、こんな感じでパーコレーターはボコボコ色が見えます。もっと弱くていい。もっと弱くていいかも。消えちゃいそう。いきますか。いきましょう。さあ今度は学んだ。あ、なんか良さそうだよ。あ、良さそう。さあ行っちゃってください。これね、熱すぎて味わかんない。そりゃそうだね、普段と違って沸騰したやつそのまま飲んでるからね。地獄のように熱いコーヒー。今回ね、うん、美味しく入れられたと思う。あ、本当？いつも大概パーコレーターで入れると薄いんだけど、うん、なかなかいいよ。あ、美味しい美味しい。どうやら成功のようです。ゆっくりと食後のコーヒーを楽しみます。はい、はい、テントサイトは完成しました。この辺が焚き火スペースですね。今までのポリコットンの膜と違って完全にポリエステルなんで、だいぶ遠めに設置しました。穴開いたらちょっと泣いちゃうんで。穴開いたら泣いちゃうね。初めてガイロープも入りました。本当は毎回貼らないといけないらしいです。サーカスの時は全然貼ってませんでしたからね。あんまり風強かったなかったもんね。ね。はい、テントサイトはこんな感じです。内側もこんな感じですね。夜はここに椅子を移動してきて引きこもります。ちなみに中は、はい、おー、それっぽい。ミニランタンがかかってます。テントの中で寝るの初めてだよね、実は。そうだね、こういう風に地べたで。ね、いつもコットだったからね。寒すぎて眠れるでしょうか。はい、最悪車に避難します。では今からふもとっぱらを散歩したいと思います。もう寒すぎて装備アップ。はい、タコミはワークマンのダウンジャケットですね。言わなかったらノースっぽい。いや、あ、まあそうかも。イージスって入ってるからダメ。うん、イージス。こんだけ人がいると見たことないテントとかありそうね。塩コショウを開始します。今日はチャッカマンで簡単によ。はい、早いね。はい、あー、なんて強力な。
しょこしょ。あ、やばいわ。やばい。あまりに寒かったので幕内に移動してきました。幕内も寒い。幕内も寒いです。これが石油ストーブですね。外に比べたらだいぶ暖かい。かなり星が見えますね。ここは富士山の真上にオリオン座が見えます。今日は日曜日の早朝です。どの辺から太陽が昇るでしょうか。まもなく6時40分の日の出です。もう完全に登りましたね。2日目の朝ごはんはこちらハンバーガーです。朝からヘビーですね、はい、このじゃじゃん、ふるさと納税でもらった極上ハンバーグステーキを豪華に使って作りたいと思います。もうトマトも切ってあるのでね。まず軽くパンの内側を焼きます。はい、こんな感じで軽く焼き目がついたら OK です。下側も OK でしょ。じゃあ早速ハンバーグを焼いていきます。大丈夫かな。いけ。閉じても引くよね。ちょっと全然火加減が分かんないんで短めに焼いて一旦様子を。あ、いや超いいじゃん。早いね。早いね。はい、まずとろけるスライスチーズをパンに乗せておきます。ちょっととろけるチーズがテント内の温度で早くもとろけ始めてる。あ、そのせいなんだ。そう、そんな暖かいかな。テント内暖かい暖かい。チーズドロドロだもん。じゃん。おお、いいね。ちょっといいんじゃないですか。これはデデン。ちょっといいんじゃない。いいんじゃない。トマトをドゥン、そしてドゥン、チーズバーガー。いただきます。いけ。うん、さあどうですか。ハンバーガー何点。90点。お、高得点。というわけで2日目の朝ごはんはハンバーガーでした。はい、はい、というわけで撤収がほぼ終わりました。やっぱ1泊2日だと短いね。ね。そして2日目は残念ながら曇っちゃって富士山は見えませんでしたが、すごい良かったよね、キャンプ場。そうだね、すごく開放的で。フリーサイトだからテントのレイアウトがしやすくて、結構一組あたりのスペース広かったよね。広かったね。とても良いキャンプ場でした。次はね、もうちょっとこなれた感じで張りたいね。そうだね、だいぶマゴマゴしちゃったからね。はい、というわけで本日のキャンプ動画はここまでになります。この動画を見ていいなと思ってくださった方はいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではタコチャンズでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。